こんにちは。今日はですね、ノースフェイスのダウン買ったんで紹介していきたいなと思います。もうここにかかってるんでわかると思うので紹介していくんですが、こちらヌープシですね。今日は紹介していきたいなと思います。で、こちらのね、ヌープシ紹介していくんですが、買った経緯が、ペイズリーっていうところがね、かっこいいなと思って、惹かれて買ったんですけれども、これどうやらですね、なんか韓国で発売されてるラインのヌープシみたいですね。ちょっと詳しくね、わかんないんですけれども、国内ではね、出てないカラーだよっていうところもあって、このペイズリーがちょっとラッパーの方とかね、着てそうな感じがするんで、いいなと思って購入しました。で、ヌプシージャケットで簡単に説明していくんですけれども、発売されたからね、約30年ぐらいの歴史を持つね、もうみんなが知ってる超定番ダウンジャケットだと思うんですよ。なんか大体ダウンといえばみたいなイメージかもしれないです。これちょっとツートンに見えないんですけど、本当だったら黒赤とか、黒黄色とか、なんかダウンってこう色分かれてるようなイメージがあるんですけれども、その代表的な一番頭にパッと浮かぶメーカーのダウンなのかなと思います。で、ヌプシなんですけれども、僕がね、ちょうど子供の頃というか、小学生、中学生ぐらいの時にも世の中的に多分ヌプシって流行ってるんですよ。よく90年代ファッションとか、そういった感じでね、インスタとか見たら結構ヌプシ着用してる、男の子とか女の子とか若い子がね、出てたりするんですけれども、本当になんか僕のイメージもなんかその90年代のストリートとかに結構なんか影響を与えた服なのかなと思います。実際ね、ストリートスナップとかでもかっこいい人とか、ラッパーとかね、かっこいい人かなり来てたんで、僕もそういった影響で初めてそのヌプシって買ったんですけれども、でも多分、当時の世間のイメージでいくと、なんかそういうストリートとか、ヒップホップ、ラッパーとかってイメージよりも、なんかおじさんのイメージが強かったかなと個人的には思います。アウトドア好きなおじさんがよく来てたイメージがあるんで、結構ね、同世代の子とかなんかそういう風に捉える子とかも多かったのかなと思います。ただ、雑誌とか見たらね、もうバンバンそういったかっこいい方とかね、もうファッションアイコンの人とかね、着てたりとかもしたんで、僕自身もね、非常に思い出深いジャケットになっています。で、2000年代にね、入ってくると、今度なんかシュプリームのコラボとかで結構注目が集まるというか、かなりね、かっこいいデザインとかね、多くあると思うんですよ。なんか紙のやつとか、リアルツリーのね、迷彩のやつとかもめちゃくちゃかっこいいなと思いますし、字がめちゃくちゃ書いた、なんて書いてるかちょっと詳しくわかんないですけども、やつとかもね、有名なデザインだと思うんですけれども、で、韓国のこの僕買ったこのペイズリー柄とかヌプシがあるんですけれども、なんか結構シュプリームのデザインにね、似たようなヌプシとかもあって、なんか紙のヌプシに似てるやつとか、なんか字がいっぱい書いたやつ。字の文字の内容とかは違うんですけれども、なんかそれっぽい雰囲気で字が入ってたりとか、あとね、面白いやつで言えばなんかこう、地球っぽいなんかデザインのやつであったり、なんかタイダイみたいになってるのとかいろいろあるんで、ヒョウ柄もありますね。ヒョウ柄のやつもシュプリームっぽいかなと思ったんですけれども、そういったところでこの韓国のね、このヌプシっていうのは非常にね、面白いなと思って、ネットの方でね、見てたような感じになります。ヌプシに関してはね、ノースフェイスのアイコンといってもね、もう全然間違いないんじゃないかなと思いますし、実際その、ダウンジャケットじゃなくても、ヌプシブーティーとかもありますよね。実際ね、かなり今だともう定番的アイテムみたいな感じで取り扱われてると思うんで、冬に履くものって言ったら、多分みんなの選択肢に入るところがね、多い品番だと思いますし、僕もやっぱり何足かね、多分丈が長いとか短いとか、素材が違うとかあると思うんですけれども、僕も何足か買ってね、北海道なんで、雪降るんで、そういったところかなり便利なアイテムなんで、除雪とかもすごいいいですし、普通に履いててもあったかいんで、そういったところも含めてヌプシ、ダウンジャケットじゃなくても、ブーツに関しても、かなりもう定番的な認知度の高い商品なのかなと思います。ヌプシに関してはね、こんな感じかなと、簡単にお話しさせていただいたんですけれども、今回ちょっとこちらのヌプシを、細いパンツと太いパンツに合わせてどんな感じになるのか、172センチ75キロの自分が着て、どんなようなサイズ感になるのかっていうのをですね、見ていただけたらなと思います。ちなみにこちら、L サイズです。ちょっと XL と迷ったんですよね。僕結構、上半身ごついんで、太ってるんで、あんまり大きいサイズ買うとこう、よりボンと膨張しちゃうんで、L サイズにしておきました。ちょっとね、ちっちゃいかなとか、思うところもあるとは思うんですが、サイズ感であったりとか、着た雰囲気ってのを見ていただけたらなと思います。172センチ75キロで L サイズ着ています。サイズ感ね、L サイズで、そんなすごい大きいってわけじゃないんですけど、ちょうどいいかなぐらいなサイズ感だと思います。基本的には僕前開けでね、着ること多いんですけれども、ちょっと締めて着たいと思います。締めるとね、こんな感じになります。よりね、L サイズなんで、ジャストかなといった感じはするんですが、サイズ感的にはなんか、
国内のヌプシより気持ち大きいのかなと思いました。なんか国内の L サイズのヌプシ着たらもうちょっとなんか小さい感じしたんで、まあ、ただそんな大きなね、これ韓国製のノースフェイスとね、国内の比べてもそんなに差はないのかなと思いました。 US サイズとかだったら結構ね、デカさ違うなと思うんですけれども、国内のイメージで買ってもね、サイズ感っていうのはね、いいのかなと個人的には思いました。で、それだけがですね、L サイズで、まあ、ちょうどいい感じになっております。で、身幅に関してもね、まあ、程よく中にスウェット着ても幅があるんで、まあ、ちっちゃいなーって印象はないです。ただ今風に、ね、大きく着こなすってなってくるとどうなのかなといった感じはするんですが、まあまあ後ろで見た感じもこんな感じになってますね。まあ、ヌプシをねちょうどできたらこんな感じかなといった感じになります。で、まあ前開けで細いパンツに合わせると、まあ、こういった感じになってくるのかなといった感じですね。これぐらいのねサイズ感でも別にいいかなと。あんまり大きくなってくるとね、今度なんかちょっとこうヒップホップテイストとか思いっきり出ちゃうんで、最近僕スケボーしてないんで、まあ、これぐらいでいいかなといった感じですね。細いパンツにねすごいサイズ感ちょうどいいのかなといった感じなんで、はい、悪くないのかなと思います。次はですね、トップスを変えずに太いパンツを履いていました。横から見るとね、明らかにわかるんですけど、かなり太めを履いてます。で、太めを履いた場合はこんなようなバランスになってくるかなと思います。まあ、やっぱヌプシね、着丈短いんで、やっぱり結構バランス感難しくなってくるなといった感じなんですけれども、ちょっとこのサイズだとなんか締めた時にね、なんか小さく感じるかなといった感じになります。まあ、最近ねインスタグラムとか見ると若い子とか結構ね、パンツ結構太いの履いて、まあ、トップス短く見たく着てる人とかもいると思うんですけれども、まあ、今のその若い子のスタイルが多分めちゃめちゃ足がね僕たち世代より長いと思うので、よりなんか足長効果がすごく見えるんですけれども、僕とかが着ちゃうとね、なんかあんまり足長効果もなく、なんかこう丈が短いのを着てるような感じになってしまうので、どうなのかなとは思ってはいるんですが、まあ、太パン履く時もねこんな感じで着てます。ただ前ね開くんで、そこまですごい短いなとか気になることはないんですけれども、まあ、ちょっと個人的にはね、このパンツの太さ履くんだったらもうワンサイズ上げてもいいかなと個人的には思ってます。ただ全然このサイズでも気にならないんで着てはいるんですけれども、まあ、細パンとね太パンちょっと比べてみたんですけれども、ちょっとまた雰囲気着方によって変わってくるかなと思うので、もしねサイズ迷ってる方とかいるんであれば、太いパンツを履くか細いパンツを履くかってところで迷うところになってくるのかなと思います。まあ、ただこのねなんか太いパンツに合わせる感じもすごい個人的にはかっこいいかなと思うんで、まあ、太い方がなんか今っぽい感じもするのかなって気はするんですけれども、まあまあどっちも着れる便利なアイテムかなと思います。まあ、買っててね結構寝かせておいたんで、これからちょっとまた寒くなってきてね、北海道雪かなり降ってきたんで、またちょっとね着ていきたいなと思います。まあ、ヌプシに関してはやっぱこのね太パンとの相性っていうかね、やっぱストリートっぽい着こなしになった方がなんか個人的にはなんかこう好みかなといった感じになるんですけれども、こうやって見ると細いパンツもいけるし、まあ、太いパンツでストリートっぽくも触れるんで、かなり便利なねアイテムかなと思います。まあ、これ柄結構ねペイズリーでなんかどっちかというとよりストリートっぽくなる気がするんですけれども、多分ブラックとかシンプルな色合い選んだらね、ある程度まあ綺麗にも見せることもできると思いますし、まあ、ストリートとか、まあ、ヒップホップ色強くとかっていうところもね選択できると思うんで、まあ、そういったところも含めてヌプシやっぱ人気ある品番だなと思いました。はい、どうですかね、着てみた感じなんですけれども、まあ、細いパンツの方がねこの L サイズだったらバランスいいのかなと個人的には思いました。まあ、太いパンツでもね問題ないのかなって気はするんですが、やっぱりヌプシどうしても着丈が短い商品になるんで、まあ、着丈っていう面でちょっと僕は、まあ、太パンに合わせるんだったら、まあ、XL でもいいかなと思いました。ただ先ほども言ったんですけれども、なんか最近のね着こなしとかいろいろな人の着てるのを見ると、トップスタイトめに着てっていうのもあると思うので、やっぱ気になんないのかなとは思うんですけど、なんか僕のこの体というか足の短さっていうんですかね、最近の若い人のね足の長さっていうか腰の高さ、なんかちょっとやっぱ違いますよね。40代と今の20代の人の体の作りがそもそも違うのかみたいな、パンツとかタックインとかして服とか合わせてみると特にわかるんですけれども、腰の位置全然違うんですよね。ちょっとね足の長さをね気にしてしまうとちょっと悲しくなってしまうんで、なんか着ることが難しくなってくるんですけれども、まあ細パンだったらこのサイズで、太パンだったら自分の感覚だと XL がいいかなと個人的には思いました。まあもともとね着丈短いんで、着丈長いの欲しいんだったらね別のジャケット買えよって話になってくるんですけれども、前に動画に上げたヒムダウンパーカーとかね、ちょっとヌプシをさらに長くしてるなイメージになるんで、
まあ、そういったものをね着ればいいのかなと思いますので、まあ、その着丈の短さっていうのを楽しみたいときにこちらはちょっと着ていきたいなと思います。あとデザインもねやっぱペイズリーで結構見た目にインパクトもあるんで、こういったなんかペイズリーのダウンとかなんかこのラッパーの人とか着てそうな感じがあるんで、まあ、そういった感じのものを着たいときにこれ着ていこうかなと思います。やっぱなんか柄もね結構あの派手なんで結構ストリート色強く出やすい商品なので、まあ、そういったところも含めて、まあ、手軽ですよね。手軽にこうデザインでなんかこうストリート感とか雰囲気っていうのがね出やすい商品になるので、これはねかなり活用していきたいなと思っております。まあ、とりあえずね黒い服着てこれ着とけばなんとなく様になると思うんで、そういった便利なアイテムでもあるのかなと思います。まあ、ただちょっとなんか綺麗にとか大人っぽく着たいなっていう場合はちょっとやんちゃな感じに仕上がっちゃうのかなとは思うんですけれども、まあ、こういったデザインも僕着ていきたいなというところで買ってきました。結構総柄系ね好きなんで今後着ていくのが楽しみな商品だなと思います。まあ、どうですかね、久しぶりにちょっとノースフェイスの動画というかなんかまあ服買った動画上げたんですけれども、まあ、ノースフェイスの方もねあと1着ぐらい動画にしてないのあるんで、そちらもちょっと近日中に上げていきたいなと思います。それがなくなったら多分ストックはないのかな、ちょっと出してないのはあるのかもしれないんですけれども、まあまあその辺ちょっと探してみて、まあ、なんか面白そうなものがあれば今後もね動画にしていきたいなと思います。まあ、あとはですねこの動画が面白かったなとか、まあ、興味があったよとか参考になったよとかがあればですね、チャンネル登録高評価コメントですねよろしくお願いします。まあ、今年こそね5000人ちょっと目指して頑張っていきたいなと思いますので、まあ、内容に関してもねちょっと似たり寄ったりになったりとかしてね何とも言えないんですけれども、まあ、コツコツ頑張っていきたいなと思います。こんな感じで今日は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。